新ゲームグラフィック TV 以来久しぶりとなるアーケード基盤ですね。今回はセガシステム1。セガとしては初となる本格的システム基盤として登場したシステム1がどのようなものだったのか振り返ってみよう。セガシステム1は1983年にセガ初のシステム基盤としてアーケードに登場。メイン CPU にザイログ Z80、 サウンド制御用にも Z80 とツイン CPU 構造になっている。サウンドチップには区形波3音、ノイズ1音の SN76496 を採用。解像度は 256×224、当時としては割と標準的なハード構成と言える。この時期、セガは家庭用ゲーム機セガ8ビットシリーズを展開しており、システム1用のゲームを SG 線などに数多く移植。ハードの性能差もあり、移植されたゲームたちはゲーム性はともかく見た目はいまいちなものが多かった。セガシステム1展開中、セガは高性能化したセガマーク3を発売。システム1用のゲームを再移植することも多かった。翌年の1995年には、ほぼ同性能の、いわばマイナーチェンジモデルといえるセガシステム2が登場。その役目を終えることになる。それでは、セガシステム1用の一部のゲームを見ていただこう。忍者プリンセス。セガ版1機といった感じのシューティング要素の強いアクションゲーム。最初期のギャルゲーとも言われることが多い。アーケード版が1985年発売で、翌年に SG1000 に移植。グラフィックなどが劣化しているが、ゲーム性は割と忠実な移植が行われた。SG1000 版のすぐ後にマーク3に再移植され、グラフィックなどがアーケード版に近づいたが、なぜかプレイキャラが男に変更される謎アレンジが施された。青春スキャンダル。デコと並び、変なゲーム開発メーカー、コアランド製作のアクションゲーム。軽快な音楽と、まともに見えて実はおかしい変な世界観が受け、カルト的な人気を誇る。後に、割と真面目なメーカーっぽさを見せることになる。バンプレストの片鱗を微塵も感じさせぬコアランドが最も輝いていた時代の名作である。後にセガマーク3に移植され、こちらも地味な人気を得ることになる。三輪三茶。フリッキーなどの可愛らしさ全面推しシリーズの一つ。その妙竹林なタイトル名からバカ系かと思わせるが、実はかなり練り込まれたアクションゲーム。システム1の隠れた名作である。なぜかこのゲームは当時の家庭用ハードには移植されておらず、アーケードでしか楽しむことができなかった。ノボランカ。
システム1対応ソフトで最もゲーグラがプッシュするゲームといえ、変なおっさんがひたすら木を登っていくという不条理な設定のゲーム。このゲーム何がすごいのかというと、開発が変なゲームばかり作っていたコアラント、販売がこれまた変なゲームが多かったデータイーストという凄まじい取り合わせで登場している点、バカゲーマニアにとってはたまらないゲームと言えるだろう。こちらも家庭用ハードへの移植は行われていない。システム1にはこの他にワンダーボーイ、ティディーボーイブルース、ゴンベイのアイムソーリー、フリッキーなどの良作が数多く登場。システム1、システム2の直接の後継版といえる名機版システム16の陰に隠れがちだが、なかなかの名機版であったといえるだろう。後のセガのアーケードゲームでの躍進の基礎を作ったのはシステム1であると言ったらば言い過ぎであろうか。これからも数多く存在するアーケード基盤に注目していきたい。